はじめまして、私、キューテンって言います。えへへ、名前、呼んでくだ、キュキュ、キュキュキュ、キュキュキュ、キュキュテン、キュキュ、キュキュキュ、キュキュキュ、キュキュテン。韓国の通販サイトじゃないよ。キューテン動画。さあ、今日はみんなに、なんでそれ出したんっていうグッズを聞いていきたいと思います。どんなグッズが出ているんでしょうか。前回出た時もね、これはね、とっても、反響があった企画ですね。ガーデニング用ペンライト。ガーデニング用ペンライトって何？かわいち素敵。なんだろう。ガーデニング用って決まってるの？それは使い、もうガーデニング、なんでだろう。素敵です。ロープ。シンプルロープ。今回のグッズはこちらです。あー、すごい。いろんなグッズある。ロープ。私は無人島に、でも、行くんだっけ、行かされるんだっけ。ロープなんでだろうか。でもね、僕多分きっとなんだけど、ロープってグッズにあったら買います。メンバーがデザインした鍋つかみ、絵欲しい、かわいい。結局メンバープロデュースとかメンバーがデザインしたって乗るともう何でもいいよ。軍手かっこ手袋、あれマノちゃん、マノちゃんか。めっちゃ低クオリティなマスコットぬいぐるみ。低クオリティはかどうかはもうそれぞれが判断することじゃん。マスコットぬいぐるみってことでしょ。それならいいじゃん。低クオリティがどうかはそれはもうそれぞれだからさ、判断いいじゃん。ポンチョ、ポンチョね、ポンチョ可愛くないですか。グッズでポンチョってなんだ、可愛いけど。のれん素敵だね。のれんやってるかい、今日はやってるって。今日やってるかい、やってるよ、いつだってやってるよ。約4万円もするブレスレット、口悪、クソだせえライブのロゴがたくさん入った B さん、どこで履けと。ビーチだよ。そんなもんビーチだよ、湘南のビーチだよ。それ履いて江ノ島のでっかい橋渡るんだよ。米米は助かる、米は助かるんよ。日本人はもう米はいくらだって助かるんで、グッズで出していただけると助かります。米米は助かります。推しの小町、押し光、南京錠がついてるタオル、すごい南京錠がタオルについちゃってるの、かっこいいんですね。結構ゴリゴリ系の、ゴリゴリ系のグッズですね。生誕グッズでお茶碗だから、夜中にお腹空いちゃった時にお茶漬け食べてっていう推しからの思いやりじゃないですか。そんなの受け取ってよ。あとやっぱお茶碗なんかさ、思い出すじゃないですか。例えばなんか推しのグッズとかだと、プロデュースグッズとか見るたびにお茶碗って基本毎日使うじゃないですか、もうご飯食べるとなると。だから毎日思い出してくれるとかいう意味でいいいいよね。思い出してもらいたいっていうアイドルからの気持ち大事にして。乾パン、議論するときも推しと一緒に逃げれる。推しはどんなときだってスーパーヒーロー。ストロー。素敵。でも僕、ストローとか生活に必要なものとかだと嬉しいかも。買いたくなっちゃう。え？読まないけど、本当にそれグッズで出すとこあんの？っていうエッチいものがあった。え？何？いいの？誰かとかりきったバンド、とかりきったバンドが出すの。お守り、助かります。じゃあこれ僕どんなに、いやそれはさすがにいらんだろっていうグッズが送られてきてもいいねってユースタンスでいるよ。だってさ、それいらねえだろうみたいなこと言ってさ、ねえ、叩かれたらいいじゃん。全部いいじゃんってポジティブな面を探して言うよ。メンバー作の絵本、え、脳内見れるみたいで嬉しくない？絵本。なんか親戚の子供とか、それこそ自分に子供がいたりプレゼントとかして、ビジュ鬼丸のうちわ、これは言わせて、これは言わせて、うちわはビジュよくあれ、ビジュが良くないうちわって何の意味もない、何の意味もない、何の意味も、何の意味も、何の意味もない、何の意味もない、何の意味もない、何の意味も、何の意味も、何の意味もない。うちわはビジュよくいてよ。
うちは美人よくなかったら、美人悪いうちは、それ、うちは、意味あるクーピー。靴ペラ。あ、でも靴ペラってさ、買う機会ないじゃないですか。言うて。だから、推しのグッズとかであったら、靴ペラを買うきっかけになるよね。メンバーの顔のアイマスク、あるね。買ったことないよね、僕。みんなどう、アイマスクあるじゃん。推しの顔が印刷されたアイマスク。買ったことある人。僕買ったことないんだけどさ、あれさ、あれってさ、つけたらさ、自分は何も見えないじゃないですか。じゃん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 自分につけたら何も見えないじゃん。真っ暗だから。あれ何誰に向けてんの新幹線とかで、でも新幹線とかでもさ、まださ、友達といたらいいけどさ、一人だったらちょっとさすがに切る。恋人がいる人とかが、恋人につけさせて、疑似体験。それは絶対にいいやつだ。そういう楽しみ方ですか。普通のハンガー、えあれじゃなくて、ここまでなんか顔が推しの顔でのハンガーじゃなくて、シンプルハンガー助かります。ハンガーだって何個あったって助かるもんね。普通のハンガーいいね。生写真付きリラックスほうじ茶。大好きほうじ茶。ほうじ茶大好きなんだけど、それに生写真ついてんの買っちゃうね。ほうじ茶にしかついてない限定生写真でしょ、絶対買っちゃうね。等身大アクリルスタンド。等身大え、ワンチャン欲しいかも。等身大ですか。170とかあるってこと。すごい、いくらすんだろう。でもなんか推しの出たら買って等身大コラボ浴衣50,000円。ちょっぴり高いけれど、でもコラボ浴衣ってなかなか出すものでもないし、浴衣ってなかなか買うものでもないから、推しとコラボしてんならこれをきっかけに買うのがいいんじゃないだろうか、そんな風に思って買ってしまうのです。コラボ浴衣もいいね。グッズというよりデザイナーさんが変わったのか、どんどんグッズのデザインがダサくなってる。そうなの、ダサくなってんの。デザイナーさん変わったか、事務所の方針が変わったか、逆になんかメンバーが口出し始めて変な方向に走り出してるか、いろんなパターンがあるんで、ちょっとそこはどう、まあ、デザイナーさんが変わっただけではないですね。いろんな可能性を探っていきたいよね。30色に光るペンライト、かっこ9人組。待って、ちょっと待って、私のグループは9人組でもこれは30色になる。あれ ?2 色1色なんか、あれ新メンバーフラグ、これは新メンバーフラグかしら。でもメンバーカラーだけじゃなくて、その時の気分でツアー中とかも、いろんその時の気分だったり、その時の曲に合ってるなって思う色をつけたりするって意味で、だからもうあなたたちも演出家みたいなことなんじゃない。でいろんなグラデーションで会場を彩ってみたいなことなんじゃないですか。30色もあったら超楽しそう。好きな色選べて。青だって4色くらいあるでしょ、きっと。水色、スカイブルー、ブルー、ネイビーブルーみたいな。グループ名がめちゃめちゃ書かれた鉛筆欲しい。てか、小学生の時、モームス鉛筆めっちゃ持ってた。モームス鉛筆とミニモニ鉛筆とか持ってたかな。モーニング娘。のメンバーが2人ずつ写ってる鉛筆があったんよ。それがね、大好きだった。で、削っていくとどんどんメンバーが削れていっちゃうの。悲しいだけ。締め縄。さっきの縄の人かな。あ、ちさっきはロープの。ロープのところもあれば、締め縄のところもあるんで。締め縄。締め縄。縦長でありえないくらい大きいうちは。縦長なの？なんで？なんで縦長なんだろうか。等身大とかそういうことですか。そういうことじゃなくて。どういうこと？なんで縦長なの？うちは。おもながってこと？顔が。顔に沿ってみたいな。醤油！日本人に欠かせない調味料。その中の一つがそう、醤油。タンバリン！一緒に盛り上がっていこう！た、ラスト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 。アロマキャンドル。そんなでかくもないくせに2300円した。アロマキャンドルは良くないですか？素敵じゃないですか？推しがプロデュースしてんじゃないの？これ分かんないけど。アロマキャンドル、でも僕アロマキャンドルも推しが出してたら、推しのグッズになったら普通に買うわ、きっと。海苔。なんで海苔なんだろう。ね。あー！白いカスついてた！ねえ、ずっとついてたの？これ始まった時から。エッチいものがあった。え、何？いいの？
った時からずっとついてた？ねえ。悲しいだけ。ハズレって書かれた缶バッジ。ハズレでもなんか可愛い。卑猥な形のペンライト、やめな。本当に？卑猥な形のペンライト、どこが出すってんだよ。卑猥な形のペンライトってさ、どこ？どこの？僕は一切ピンときていませんよ。スゴロク、親戚が集まった時も推しを感じながらみんなで楽しめます。スゴロク、よかったらみんなでやりませんか？もしもしカード。なに？もしもーし。もしもしカード。推しと電話できるってこと？あ、テレフォンカード？テレフォンカードかな？テレフォンカードって最近見ないけど、さすがに。テレフォンカードもしもしカードって。バジルの栽培キット。推しも育ててるかもしれないしね。スマホリング、それも粘着弱いやつ。スマホリングは粘着弱いのダメなんよ。これ粘着弱いと、これポロって取れた場合スマホが落ちちまうから割れちゃうよ。スマホリングは絶対に粘着力強くあれ。それだけはお願い。折りたたみ式のメガホン、かわいい。あい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 、出ました、カズ。前もあった気がする、カズ。出た、カズ。カズ、タトゥーシール多いね最近。可愛くない？タトゥーシール、夏とかさ、ライブの日だけつけれるタトゥーシールとかさ、グッズであったりしてさ、ほっぺたとかにつけてたりしない？みんな耳かき、これは推しが耳かきをしてくれてる、そういう認識でいいんだろうか。すごい、別の人から3連チャンでボクサーパンツ、ボクサーパンツ、ボクサーパンツって来てる。ボクサーパンツ、なんか手につける目